ホテル事件と今回ので、デンジ君が敵勢力に狙われていることが分かった。だから四課を強化しようと思ったんだけど、ほとんど死んじゃったね。マキマさんが指導してくれるんですか？残念だけど私は忙しくなっちゃうから、適任を紹介するね。君たちを指導するのは彼だよ。彼の名前は…シュ黙れ。俺の質問に答えろ。仲間が死んでどう思った？別に。死んだと思った。敵に復讐したいか？復讐とか暗くて嫌いだね。わしも。お前たちは人と悪魔どっちの味方だ？俺を面倒見てくれる方。飼ってる方。お前たち、100点だ。あ？お前たちみたいのは滅多にいない。素晴らしい。大好きだ。怖い。マキマ、お前は帰れ。今すぐこいつらは指導だ。じゃあ、あとはよろしく。マキマさん？俺は得意っ家でデビルハンターをやってる。先生と呼ばれると気持ちよくなれるから先生と呼んでくれ。好きなのは酒と女と悪魔を殺すことだ。はあ？お前たちの筋肉と骨の仕組みは俺たちと同じだ。首の骨を折れば動けなくなる。人間様と違うのは血の匂いじゃ。血を飲めば復活するとこだな。あっちくしょう。何しやがるてめえ。マキマにお前たちを鍛えてくれと頼まれた。お前の心臓がなぜか知らんが、銃の悪魔に狙われている。なのにお前が簡単にやられる雑魚だから困ってんだろうな。なんでさっきわしらを締めた？俺は人間を鍛えたことはあるが、お前たちみたいな悪魔は一度もない。酔った俺はどうしようかと考えた。そして、アルコールにやられた脳でついにひらめいた。俺は最強のデビルハンターだ。最強の俺を倒せる悪魔は最強なわけだから、お前たちが俺を倒せるようになるまで俺はお前たちを狩り続ける。こいつ頭が終わっておる。もう。じゃあ再会だ。酔ったジジイでも殺しちまったら逮捕だぜ。デンジ。男の方は不死身、魔人の方は半分不死身。とっさに人の頭をぶん殴れる脳みそを持っていて、二人に人権はない。俺はガキの頃から力が強くておもちゃをすぐ壊しちまう。だから壊れないおもちゃが欲しかったんだ。俺が
お前たちを最高に生かした奴らにしてやるよ。あいつらの家は確か…この血の匂いは来たな、アルチュージジー。俺たちの日常を壊す奴は死だ。超インテリ作戦開始じゃ。忍武器か。頭狙ってきやがった。待ち伏せしてやがって。今度は俺が狩られる側ってわけだな。一番良かったぞ。追い詰められた獲物は頭を使うもんだな。もっと頭を使え。今回の敗因は二つ。パワーは今の戦い方だと血を使いすぎて本体が貧血になることと、デンジが俺の攻撃を予測できなかったところだ。今回は良かったからもう終わりだ。俺は飲みに行く。パワーか。もう終わりだって。ラッキーじゃ。獣が狩人の言葉を信用するな。